こんにちは、加藤理香です。丸源ラーメンに行ってきました。チェーン店なんですよね、このお店。一回もね、行ったことなくてね、ちょっと行ってみたいなと思って行ってみました。私が頼んだものは味噌塩ラーメン680円、チャーハンはね、ちょっともらった。なんかこうやってかき混ぜるのちょっと楽しいよね。お味はね、結構好き。ただこんなにいっぱい海苔いらんかなっては思うんだけど。なんかでかいな。でかくない？割とあっさりしててね、食べやすかった。これね、チャーハン。このお店チェーン店だしさ、ハズレっていうのはないんじゃないかねって思った。ほら、八番ラーメンとかでもハズレんやん。なんかそんな感じ。これ餃子、結構でかい。ニンニク入りにしたらニンニクの味した。当たり前だけど。カウンターとボックスとあって、ファミリーでもお一人様でもどちらでも入りやすそうなお店だったよ。ランチセットとかだと餃子とチャーハンとか唐揚げとか、いろいろ選べてお得。替え玉98円っていうのもあったよ。デザートに98円デザートっていうのを頼んだよ。チョコカップソフト。ラーメンの後ってソフト食べたくなるもんね。という丸源ラーメンでした。じゃあね、バイバーイ。